さん、こんにちは。今日は、江戸時代、江戸の町で食べることができた、外食について、ご紹介するよ。江戸時代の江戸は、世界史的に見ても、世界最大の都市の一つで、江戸時代半ばには、100万人が住んでいたと言われるんですよね。大勢の人が行き交う江戸では、現代に通じる食べ物ができていて、食通もいたほどで、まさに外食産業で、賑わっていたんですよね。いろいろなお店で、人々は、一体何を食べていたのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。レミリア、今回は、江戸時代の外食について、解説するぜ。もういろいろなものが食べられるお店が、できてたのかい。詳しく教えてよ。よし、江戸は徳川家康が、幕府を開く前は、閑散とした漁村だったので、江戸城を築城して、大名屋敷とかを作るために、大勢の土木工事関係者が集まってきたし、商人や職人たちも呼んできて、一から町づくりをしたのだ。だから、その頃からそういう人たちのために、食べ物の店はあったと思うんだけど、江戸で飲食店が多く現れたのは、明暦の大火、1657年以降、ということになってるんだよね。というのも、大火後の建設ラッシュで、諸国から職人が集まってきて、人口も倍以上に増えたので、彼らが気軽に飲食できる、にゅうり屋というお惣菜屋ができ、さらに煮物を魚に、店先でお酒が飲める、にゅうり酒屋。そして、店内で煮物を魚に、お酒が飲める、にゅうり居酒屋ができたんだって。また、防火対策で、幕府の重要施設や、大寺院などのそばに、日よけ地という、空き地が設けられたのだ。両国、小川町、外神田、江戸橋、永代橋に沈め、新大橋に沈め、芝あたご下、宮形門前、芝赤羽、浅草、本郷筋、上野などで、広小路と呼ばれ、高級的な建物を建てるのは、ご法度になったのだけど、徐々に、ここに移動可能な茶店や、見せ物の施設などができていき、夏の花火大会とか、神田祭りの巡行路であるとか、セレモニーが行われる、庶民の娯楽の場になったというのだ。そして伊原西閣の、西閣置き土産では、明暦の大火後に、浅草寺の門前の茶屋が、緑茶で炊いた茶飯と、豆腐汁と鬼染めと、煮豆をセットにして、器に持って客に出したのを、奈良茶飯と名付けたと出ているのだが、これが受けて、この後あちこちに、奈良茶茶屋ができたんだが、これが料理茶屋の元祖、と言われているのだぜ。なるほど、奈良飯って、美味しそうじゃん。今で言う定食みたいだね。だな、それにお店とともに、屋台でいろいろな食べ物が、食べられたのだぜ。もともと江戸は、庶民の住む裏長屋は、共同トイレや共同井戸で、ちゃんとした台所がない家が多かったし、大名の家来の、単身赴任者も多くて、女性より男性の方が、圧倒的に人口が多かったのだ。なので、家ではご飯を炊くぐらいで、振り売りとか、棒振りとかいう、行商が売りに回ってくるので、その惣菜を、買って食べる人が多くて、需要が高かったのだって。それが、元禄時代に、木炭を使った、七輪が普及したので、屋台で火を使って、煮炊きができるようになったのだ。それで、おでんや焼き魚、そばなどを、その場で調理できるようになって、一層ファストフード並みに、いろいろな食べ物が、提供できるようになったのだぜ。なるほど、便利な道具ができたわけだね。そう、ちょっとたんま。そう、屋台の始まりは、将軍吉宗の時代の、享保年間、1716年から1736年と言われていて、天明年間、1781年から1789年以後、盛んになったのだぜ。屋台から、
店内で飲食させる意味では、蕎麦や、うなぎや、かば焼き、うなぎ飯や、どんぶり飯、寿司や、天ぷら屋などの外食店が、できたのだ。それで、うなぎをかば焼きにして、食べるようになったのが、元禄時代、1688年から1703年以降で、天ぷらの串揚げは、天明年間、1781年から89年、安政、1854年から1859年の頃に、天ぷら屋のお店ができて、料亭でも天ぷらが出されるようになって、江戸前の握り寿司は、文化分世紀、1804年から30年に登場した、と言われているのだぜ。へえ、今でも食べてるものばっかりじゃん。まさに食文化の歴史だねー。そう？そういえば、元は蕎麦は、粒のまま粥にしたり、蕎麦粉を蕎麦がき、蕎麦練りや、蕎麦焼き、蕎麦粉を水で溶いて焼いたもの、などにしたり、雑穀として食べていたんだけど、今の形態の、蕎麦切りとして、食べるようになったのが、江戸時代なんだって。すると江戸では、蕎麦を食べると、かっけにならない、と言われたのもあって、人気が出て、100メートル四方に1軒、人の往来が少ないところでも、500メートル四方に、1軒は蕎麦屋があった、ということなのだ。それと、江戸を代表する料理は、蕎麦、天ぷら、握り寿司、うなぎのかば焼きなんだけど、これらは今日、大阪でできて、江戸へ下って洗練されて、江戸前料理になったのだけど、江戸中期にできた、濃口醤油、みりん、かつお節が、お味の決め手となっているのだって。へえ、関西はうどん、関東はそばは、この頃からなのか。そう、今は高級な握り寿司は、江戸時代は冷蔵庫がなかったから、火を入れたネタで、立ち食いの屋台で食べるものだった。しかもシャリの部分が、かなり多かったというのも、面白いよな。それと、夏の土用の牛に、うなぎを食べる習慣というのは、江戸時代から始まったのだぜ。これは、諸説あるんだけど、日本のダヴィンチと言われる、マルチタレントの平賀源内が、うなぎ屋に、客足の少ない夏に、繁盛する妙案はないか、と相談されて、本日、土用牛の日、と店頭に掲げたら大当たりした。元祖キャッチコピーというのが、一番面白いと思うぜ。へえ、平賀源内って、うなぎ屋の宣伝までして、しかも後々の習慣にしちゃったってか。そう、ちょっとたんま。え、うん、それと高級料亭の元祖は、明和8年、1771年に開業した、深川須崎のマス屋、と言われているのだが、今日は年間、1801年から1804年に開業した、八百善が、江戸随一と言われたお店だぜ。ここでは、かなりのこだわりを持った、高級料理が出されたのだけど、その例として、お茶漬けと香のもの、お漬物を頼んだら、半日待たされた挙句、一両二分、十数万円という、目玉が飛び出る料金を、要求された話があるのだ。その理由は、お茶は宇治の玉露、それに合う玉川上水まで汲みに行き、お米も越後産で、お漬物も季節外れながらも、高級な春先には、珍しい瓜とナスの粕漬けを、刻んで混ぜたものだった、というのだ。こういう高級料理屋では、かなり手の込んだこだわりの料理、器も豪華で、店構えも立派で、化粧や根裏天井、すき家作りの座敷、庭園など、高級感が溢れていたのだ。ミシュランガイドはなかったけど、相撲の番付表と同じく、いろいろな料亭の番付とかもあったので、グルメたち、水人も、多くいたはずだぜ。それに、料理屋の高級化が進むと、幕府の高官や諸藩の江戸留守役、御用商人、文人墨客などが、盛んに高級料理茶屋を利用したのだ。ええ、江戸時代には、
もうすでに食にこだわりがあったのかい。お主も悪だのう。だな。それと、江戸時代は、庶民が気軽に旅行するのは、法律で禁止されていたのだけど、病気療養とかの名目で、行くことができたのだ。そして江戸後期には、おかげ参りという、伊勢神宮に参拝するのが、ブームになったのだぜ。何せ、柄杓一つ持って、おかげ参りですー。といえば、自分の代わりにお参りしてください、と無料で止めてくれたので、無線旅行もできた、というくらいだったのだけど、普通の人は、道中の食事や温泉も楽しんだし、旅行者が一休みするために、お茶や餅、お菓子などを出す、茶屋や宿屋が普及したのだ。そして街道沿いにあった茶屋が、江戸の街中にも作られたのだ。そういえば、それまでは輸入品で、高価だった砂糖が、江戸時代中期に、国産ができるようになったので、料理に使って、煮物が美味しくなったり、いろいろな種類の和菓子が、作られるようになったのだ。まあ、和菓子も、身分制度はあっても、お金さえあれば、江戸時代も、結構美味しいものが、楽しめたのね。以上、いかがだったでしょうか？現代でも食べられている和食のほとんどが、江戸時代にできたみたいね。そう、もも寺屋という、江戸の近郊の農村で、農外獣としていられた、鹿やイノシシなどの肉を、薬食いと称して、ネギと味噌で煮た鍋で、食べさせる点もあったんだって。マジか、病気の時に食べるのが、肉だったなんて。やっぱり、江戸は、単身赴任の大名の家臣とか、独身男性が多かったというのが、外食の発展につながったのかも。なるほど、お一人様男性大歓迎だったのね。今回の解説をご覧になって、何か参考になることがあれば幸いです。いやいや、もっとすごい江戸時代の、江戸の町の外食について知ってるし、という方がいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。高評価ボタンと、チャンネル登録もお願いします。それではまたね、バイバイ。